はい、元気さんどうもお疲れ様です。はい、お疲れ様です。なんかリベンジしたいっていうのを聞いてですね、はい、ぜひやりましょう。もう消し去ってやりますでも俺これで2連勝したらさ、もうちょっと俺元気より格上だってこと。待って待って待って、2連勝ってちょっと今この動画僕は全部割らすからね。いやいや、あのね、フリータイムじゃない、公式戦っていうのはやっぱりいざという時の戦いが大事じゃないか。あれはほら僕の動画では公式戦だったけど、そう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 、あれは何、気を使ったの分かんなかった俺のこの気の使い具合よし、うちもチャンネルだしな、行くぞ最初はグーじゃんけんぽい、はい、これでしょ。あーやべ、先行いただきます。そう、まあ、元気のチャンネルだからこそのターンエンド、だからこそのターンエンドですね。そうそうそう、終了です。はい、喋、はい、うん、ってるうちにドロー。あ、やべ、ニコストがいねえ。よし、これでターンエンド、よし、はい、終了です。やばいやばいやばい、僕のデッキは4ターン目、5ターン目だ。ドロー、あれおかしくない？よしよし、ちょっと待って待って、ねえ、フンボ持ってる？フンボ、うん、どうだろうな、ターンエンド、よし、やばいよ。おお、かぶってるぞ。そうそうそう、でも7置いときたいじゃん。じゃあ、はい、うん、3コスト、はい、ストリーミングシェイバー、はい、4枚めくって、うん、水のカードだけ手札にきます、うん、あと墓地です。あ、水いっちゃった。よしよしよし、2枚だけ、はい、これで終了です。はい、じゃあ起きるとかドローします。はい、ドロー。え、マジでこれほらね、デサンズが3枚揃ったよ。お、ふんぼ4コストで高速ザゼロターンエンド、はい、やばいやばいやばい。はい、じゃあ行きます。え、なんで、はい、ちょっと切れてないんだよ。じゃあ3コストで、はい、フンボです。本当に嘘はい、サイバーチューン、あ、本当に入ってるのかな。ちょっとでもね、本当に7なんて持ってらんないんだよこんなの。3枚引いて、うん、2枚落とします。はい、2枚は何落とすの。よし、じゃあそしたら、はい、これとこれ落とします。はい、はい、終了します。はい、置きます、はい、よし、もう俺は分かった、もうフンボ入ってねえ。ドロー。いや、フンボ入ってるかもしれないっすよ。おかしいよ、だって縦こっちっすね。こっちはあの封印です。分かった、禁断の。あのね、びっくりする話なんだけどね、はい、デスサンズ4枚来た縦弱えぞこれこれ4コストで、デッドリーハイウェイオークね。はい、意味ないの。まあ、でもいいよ、行っちゃえよ。もう1枚ブレイク。どこですか？1枚目だ。はいはい、ターンエンド、もうデスハンズ揃った、はい、ちょっと見せよみんなに、デスハンズを4枚やります。これが盾だったらよかったのにな、これ、うん、じゃあ、行きますよ、僕。はいよ、5コスト、うん、ドラグメントイノベーション、はい、これの効果で流素墓地の、うん、7以下の呪文を打ちます。はい、はい、ドラグシューズチャージャーです、うん、デッキトップから5枚めくって、はい、その中のドラゴン出せます。はい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 、選べるのね。はい、うん、2、うん、3、うん、お、ボルメテスホワイトドラゴン5、ドラゴンいない、これはサファイアドラゴンか、うん、ね、このワーグナーっていうのがワーグナー、うん、ドラゴンですね。はい、で、やべやべやべ、そしたらこれシャッフルしてください。あ、トントン、いいよそのままで。あ、あ、そうか、しなきゃいけないのか、上に戻しちゃったんで。そうだね、はい、うん、ていうか枚数少ないね、残り。そうなんですよ、うん、で、ワーグナーの効果で、うん、3枚、はい、上から3枚めくって、うん、呪文だったら回収できます。うわ、呪文だ全部。はい、はい、そんで待ってね、待ってね、うんうん、自滅するんじゃない。いや、これね、この間それで負けてるんですよ。よし、林延べ、いや、怖えー、これ。そんでそんで、待ってくださいね、うん、待ってくださいね。嘘でしょ、これ全部埋まった。まあ、いい、うん、で、ワーグナーがゼロにアタックするときに、うんうん、これ、こいつ手札から好きな呪文を打てるんです、うん、はいはいはい、ドラッグシュートチャージャーです。はい、で、5枚目取ります。うん、1、これ切れんじゃねえ、いや、嘘なんだこれ。C、 うん、5、うん、でドラゴン取れるやつでしょ。はい、あ、呪文、うん、ドラゴン、うん、そしたらじゃあサファイアドラゴンを、うん、取った、取って、はい、シャッフルお願いします。シャッフルしなきゃいけないのか、はい、そうだね、うん、そんででワーグナーでこいつが死にます。やられました、はい、はい、うん、でサファイアドラゴンで3枚アタックするときにこれ焼却です、うん、あ、はいはい、やら、あ、焼却なんだ、はい、おー、いいところが、はい、で、ターン終了です、うん、で、ターン終了時、うん、このチャージャーのやつらは死にます。はい、はい、どうぞ。ターン終了したんだけど、はい、これさっきコスト払わずに出てるから2人出てきた、はい、やべえな、やべえでも4枚しかないでしょ。だからスピードアタッカー的なものがないとダメじゃんな。ドロー、はい、来い。ん、ダメじゃん。なんか本当におかしいよこれ。固まってたデスゲート、やばい。置いて6コストだけど意味がないぜ。空っぽにする、空っぽにするしかないよね、はい、
でも手札増えるだけじゃんな。何もしないターンエンド。はい、はい、じゃあ行きます。手札切れちゃえ。よし、そしたら、うん、まだ勝ち用ある。あるの1、2、3、4、5、6、7、8マナ。はい、こういう時のために入れてあるんだ僕は。オールデリート。違うんですね。伝説のレジェンドドルキロン。あ、それはで、ブラックアウトにアタックできます。アンタップに破壊します。やられました。そしたら僕次のターンまで負けません。そうか、はい、負けないんだ。終了します。終了します。はい、じゃあ僕のターン、はい、の前にこれひっくり返すよ。で、やられるんですね。やっつけた、うん、はい、どうぞ。でもその呪いは消えないんだよね。消えません。このターン負けない。はい、ドロー。マジか、おかしいなこれ。4コストで、はい、これ張り替える。はい、しかない。強くないよこれしかない。でもじゃあこれで、いいよ。じゃあアタックしてみよう。2枚。はいはい、ターンエンドいきます。うん、やべえぞ。あ、だって俺今回デッドゾーン見てないよ。俺デッドゾーンどこにもいないもん。これドラッグシュートでめくってる場合には負けないんですよね。まだめくってる状態ですね。待って、超怖い。超怖い。よく見てて、居眠りさん。この時点でアウトっていうのがあるから、きっと。あ、いやまあ確かに知ってますよ。大丈夫、うん、大丈夫。 お手つきみたいな負け方。これやってくださいよ。ちょっとこれはもういらないな。サイバー中盤その時点で即死ですってやつにしよう。2、4、6。でもね、行くんですよ伝説の。いや違う違う、ドラッグシュートチャージ。あ、行くの。そんで見て見て、1枚だけあった。あ、ドラゴンを出すとあったね。はい、うん、そんで、こいつが出た時に、うん、破壊できます。これ破壊されました、はいはい、で、スピードアタッカーになってんで、うん、はい、焼却します。焼却された。やばい。あ、いいのあったのに。で、で、ターン終了でこいつが破壊されます、うん、はい、はい、どうぞ。置きます。もしかして、もうちょっとブロッカーがないとダメ。ドロー、ブロッカーを引け。ドロー。え、おかしいよね。しかもなんかね、なんか呪いがかかってる。え、ないじゃん。ちょ、置いとく。はい、よで、ターンエンドだ。じゃあ、まあ、ないもん。これあるんじゃね。誰か俺のデッキからデッドゾーン抜いたんじゃないかって言ったんだよね。あ、デッドゾーン見てないんだ。2、4、6、いや、10マナ。はい、10マナっつことは、うん、そうなんです。オニマルヘッド。はい、コマンドが、え、あ、というかさっきのコマンドのポイント取れてますよ。オニマルヘッド、まあ、いっか。オニマルヘッド、はい、スピードアタッカーです。はい、ガチンコジャッジするんじゃない。はい、あります、うん、で、はい、アタックした時にガチンコジャッジします、僕のが上なので次、追加ターンです。じゃダメだな。じゃあダイレクターで参りました。ありがとうございます。よーし。おかしいよ。デリートに頼んなかった。下に固まってるとかじゃないですか。うわ、なんかすごいよ。危ねえ。はい、お疲れ様です。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。リベンジ成功。やられた、やっぱりな。